借り受けて、さつまいもや、かぼちゃその他米も含めて、栽培しようということをまもなく申し出るつもりでございます。そこで育てます。私たちは、こういう形で、飯舘村の敗走を絶対に阻止していく、我々体を張って阻止する戦いを展開するつもりでございます。はい、ありがとうございます。続きまして、おそらく日本で一番元気で、そして、愛国心を持った頑張れ日本全国行動委員会大阪支部長をご紹介いたします。それでは三宅博さんお願いします。どうも皆さんこんにちは。今日は本当に共同支部のですね、設立総会にお集まりいただきましてありがとうございました。またおめでとうございます。さっきの東日本大震災で亡くなられた多くの犠牲者の方々にですね、心からの哀悼の意を私自身は表したいと思います。それとともに残された我々の取るべき道はですね、こういった犠牲になられた方々の死を決して無駄にしないということじゃないでしょうか。ああいう形で亡くなられたですね、夢に倒られた方々、あるいはまたお国のために亡くなられた多くの英霊の死を決して無駄にしない、それが残された我々の務めであるというふうに思います。確かに非常に甚大な今回の大震災の被害というものはですね、我々日本にもたらしました。しかしこれはですね、過去何十回何百回とですね、日本全体がいろんな自然災害に直面し、その都度それを克服してきたんです。必ず我々はこれを克服することができるというふうに思っております。それよりも何よりもですね、最も私は危機を感じておるのは今の政権でございます。過去有史以来2600年ですね、日本の政権を外国人勢力が取ったということはなかったでしょ。今の政権あるいは国会の中に帰還日本人がどれほどいるんですか。本当に外国人勢力によって日本の政治というものが乗っ取られているんじゃないでしょうか。皆さん、そしてこのような状況を生んだ戦後日本という66年間のこの姿というものを我々はもう一度ですね、凝視しなくてはなりません。なぜこういうふうな日本の状態になってしまったか。まさに占領軍なき占領行政が66年間ずっと続いてきている、そういうふうに言えるんじゃないでしょうか。そういった中で子供たちに嘘をついてまで、日本のあなた方のご先祖は悪い人や人殺しや、南京で何十万人殺した、あるいは朝鮮人従軍慰安婦を何十万人強制連行した、嘘をついてまで子供たちに対して日本の歴史、あるいはご先祖に対する憎悪を植え付け、あるいはまた数百人の拉致被害者が次から次と北朝鮮に拉致されているのにもかかわらず、日本政府はそれを物陰からずっと見続けてきたんでしょう。これが戦後日本なんですよ。そうだ。この京都もそうですよ。皆さん、多くの特定失踪者、拉致被害者、こういったものがこの京都の地から北朝鮮に連れて行かれているんですよ。またあるいはですね、立命館大学、名前も出していいでしょう、ここの卒業生あるいは在校生8人ほどいなくなってるんですよ。もしこういう人が北朝鮮に拉致をされていたということであれば、立命館内部に協力者がいたということなんでしょう。それを許しているのが今の戦後日本なんですよ。皆さん、こういうふうな占領体制というものに我々は本当に終止符を打たなくてはなりません。日本が今一番危機的状況にあるのはですね、福島の原発の事故あるいは大震災じゃないんですよ。外国人勢力が日本を乗っ取ってですね、日本を欲しいままにしているんですよ。これを許した我々の国民の油断というものを我々はですね、ここでしっかりと見据えて、そして気がついて本来の日本というものを取り戻していかなくてはなりません。その中を2000数百年のこの歴史ある後期ある日本がガタガタボロボロになって、次の世代に我々は引き継げなくなってしまうんです。我々の世代がこれに終止符を打って、より良い形で次の世代にこの日本のバトンを引き継いでいかなくてはなりません。そのためには日本の政治の当事者が我々国民であるということをもう一度皆さん自覚しなければなりません。政治の当事者は政治家だというふうに多くの人が勘違いしている、とんでもないことでありまして、政治家はあくまで代理人なんですよ。当事者は皆さん国民一人一人なんです。